蜷川親あたり造地運は、室町時代中期の幕府官僚、蓮賀氏。俗名は、蜷川親あたり、通称新江門。法名は、古法とされ、地運は画名。室町幕府の万所代を世襲する蜷川氏の出身で、蜷川地下都氏の自治。子に、親元、岩松明住室がいる。一級創順との信仰により、広く知られる。王安の頃まで、 越中国王多省にあった。足利義則の万独六役を務めたが、義則の死後出家、チュンと合した和歌を小鉄に学ぶ。小鉄の小鉄物語、下巻西岸沢は彼の聞き書きとされている。レンガでは、1433年の、影響5年北の社1日1万区レンガを書室として、多くのレンガ界に参加。総勢と共に、 レンガ重工の祖と呼ばれた。レンガ州に、親あたり区衆があるほか、竹林省、新鮮筑波州に日衆している。葬儀が選んだレンガ七県の一人。この親元が記した、親元日記には、チウンと一級総順の進行が記録されている。なお、チウンは、アニメ、一級さんに登場する荷川新右衛門のモデルとなったが、実際の一級と交流があったのは出家後の、 万年である。母書は宮地の市の京都新女堂に、母碑は二名川市の母大寺である、最小寺にある。ありがとうございます。